斉藤文さんの2首目いきます。ぎょっとしますよ。白きうさぎ雪の山より出てきて、殺されたれば目を開きおり。白きうさぎ雪の山より出てきて、殺されたれば目を開きおり。白いうさぎが雪の山から出てきて、この白白ですよね。ここまではなんか可愛らしい雪山の小動物であるウサギが出てきて、何の話だろうと思って聞くんですが、殺されたれば目を開きおりのこの下の句、2つの言葉、この下の句の4句目5句目で、金鳴りましたが続けます。4句目5句目でぐっとこう引き締まるというか、なんだこれはという、ここを見た後にもう一回こっちに帰ると、この白いウサギ雪の山、そこから出てきて殺されて目を開く、何かいろんなことが背景にありそうだなって感じさせますよね。それを取っ払って考えても、一匹のウサギが殺されて、あるいは正確に言えば一羽のウサギが殺されてパーッと目を開いている様子、何とも言えない強いインパクトがあります。この不思議な、強いインパクト、何か皮肉な強烈に胸に差し込んでくるようなこの強さ、これが斉藤文さんの面白さだというふうにも感じます。白きうさぎ雪の山より出てきて、殺されたれば目を開きおり、ご紹介しました。これも高校生の教科書に載っているようです。ぜひ授業で扱いたいところですが、かなり難しい話になるかもしれませんね。それでは失礼します。